おはようございます。7月18日日曜日、関東エリアのウェザーニュースアップデートです。昨日はギラギラの太陽が出て真夏の暑さとなりましたね。皆さん夏の一日を満喫されましたか？今日も太陽は活躍してくれるのか、早速詳しい予報を見ていきましょう。今日も太陽が輝いて真夏の暑さになります。絶好の海日和、プール日和となりそうです。ただ午後は山の近くではにわか雨や雷雨の可能性があります。山へレジャーに行かれる方は天気の急変に注意してください。予報センターによると、明日以降も夏空と厳しい暑さが続くということです。スタートからパワー全開の夏ですが、バテないように栄養のあるものを食べて夏を思いっきり楽しみましょう。お出かけ先での素敵な思い出をぜひリポートしてくださいね。次回の更新はお昼頃です。それでは。ウェザーニュース。